い、こんな感じで陶器めぐりをもらいました。さっきね動画撮るの忘れちゃったんですけど、ナンバー12103でちょっとかわいいマグカップを買いました。そしたらこちらの方に来たらなんかね備品のマグカップくれるそうなので来てみました。はい、こんにちは。すごい、これがいい感じです。まあ、これお気に入りになりました。かわいいよね。いろいろ教えてもらいました。あのアイゼンさん鎌本ハサミ焼きですね。スタッキングできる器だそうです。こう重ねれるっていう意味らしいですね。おーい、ドルちゃん工場見ていいって、ドルも抱っこで入っていいって言われたよ。行ってみようか。ドルちゃん焼く前のこの素焼きかな、乾かしてる、乾燥してるところかな。全然もうど素人なんで何もわからないけど、あ、これじゃこの形、ママのお気に入り見て、ドルこっち、はい、来るよドルちゃん。すごいね。それからそれからトルテチャンネル。うわお、すごい。キャー。こんにちは。すごいね、トルちゃん。職人さんいたよ。わあ、作ってはる。あ、かわいい、それも。面白い。シャーって。全くないんだ。はい、あげます。 YouTube あげます。本当ですか、いいですよね。わーすごい、これって全然まだ柔らかいんですよね。いいですよ、触って。やだやだやだ、触りたくない、触りたくない。え、やだやだやだ、崩れます。崩れる、ほらほら、ぶにゃぶにゃしてるもん。乾かして、今乾かしたやつを水で拭いてた。あ、すごい。これが水拭く前と後。違う。全然綺麗。角が取れてる。そうなんですよ。これ角取らないでやるとね、痛いじゃないですか。確かに。何？なんていうの？肩の割れ目のところとかバリが出てるんで、そこ取ってあげるのに水で拭いて。全部手作業で。わお。手作業です。すごい。ああ、いいものを見せていただきました。お姉さんは土橋さんでした。ああ、ほら、アクセサリーもめっちゃ可愛い。イヤリングとか。ね、ちょっとどれか見つくろう。鏡あるんで、もしあれだったら。はーい。すごい、お姉さんアーティスティックですね、めちゃくちゃ。わほら、ひまわりとかあるもん、めっちゃかわいい。これと、これゲットしようと思います。それからそれからトルテチャンネル。トルちゃん、アイゼンガマさん、ママいっぱい買っちゃったよ。工場見学もさせてもらって楽しかったです。ハサミ焼きのメイン会場に今日リーとババも一緒に来ました。イエーイ、トルちゃん、じゃあどうぞだけ楽しく見ましょう。どう取る？うん。はい。わあ、いいね、いっぱいあるね。わあ。可愛いこのカップ。そうじゃあ、ママ欲しいけどちょっとお高いんです。どうしよう。めっちゃ可愛いこれ。ブルちゃんのティーカップに良さそう。ちっちゃいのもいっぱいありますね。可愛い。さあ、どんどん見ていきますよ。チャンネル登録。トルち
さんにいいの発見した。これこれじゃない。実はどう取る、どうですか、いいかも、食べやすい。トルちゃん、わからねえしてる。トルがいいかもよ、これかわいい。お得大人気お吉しのぎシリーズ、これか、かわいいね、この色。これも取っていいじゃん。どう取る、なんかあまり目移りしちゃうね。いろんなかわいい色あるよ。ブルーどうですか。おお、いった。見てすごい、これビスケットとか クラッカーみたい。めっちゃかわいいよ。食べれるんじゃない、トル。めっちゃ見てるやん。おいしそう。ワンちゃん、ワンちゃん、トルテちゃん。なんかアクセサリーとかもすごい可愛いね。ほら、色も超綺麗。すごい。可愛いね、トル。こういういろんな本みたいなの並んでるんですよ。すごい。めっちゃ可愛い。それからそれから、トルテチャンネル。トルちゃん、急におしゃれすぎるとこ発見した。めっちゃおしゃれ。これ何？カフェか。カフェショップ。中はこんな感じのおしゃれな陶器がいっぱい売ってます。かわいい。拠点と虫が止まってる。めっちゃかわいい。おしゃれ。こんな感じのカフェメニューがありました。カップ付きはもう売り切れ。ブルーベリーチーズケーキ味です。めっちゃいいでしょ。わお、トル絶対食べちゃダメよ。はい、飲みます。おいしい。フラペチーノみたいな感じで、すごい意外とあっさりしててめっちゃおいしい。あー、なんかここ面白そう。また型がありますね。煮込み実演体験コーナーだって、トルちゃん。面白いね。面白い、これ。お刺身を乗せるといいみたいです。わー、じゃーん。これちょっとお魚好きの友達に買っていってあげようと思います。かわいいね、トルちゃん。トルちゃん、またまたおしゃれなところありましたよ。すごい、真ん中にいろんな模様が、かっこいいね。それからそれから、トルテチャンネル。トルちゃん、ママの一押し、こちら。かわいい。なんかセレクトショップに置いてるやつらしい。やっぱりかわいいよね。こちらリザエモンさんです。うん、かわいいの買えました。これね、陶器なんですよね。いや、重いまま。いや、お値段びっくり、これ。いやー、7000円もしました。ママ、手が届かない。すごい、YouTuber さん。YouTuber さんのお店、これ。なになになに、ハサミの大吉さん。これでこの1週間は1200円。丼すごいね。なんかここが全て300円。なんでストッキー、これ意外とおしゃれよね。1枚とかで見たらすごい。300円だって、安すぎ。ちょっとこれ買っときます。トルちゃんみたいなワンちゃんのレモネード買ってきました。もうすごい暑くてね、今日ね。いいでしょ、トル。はい、かわいい。うん、酸っぱくて美味しいです。かわいい
の見つけた。トルチャ用にこれがいいかも。なんかお子ちゃま用の食器なんだって。かわいい。すごい浅いからすくいやすいみたいな。うわ、中がいろいろ。あ、クジラさんかわいいんじゃない。ライオンとか猫ちゃんとかハリネズミとかいろいろあります。ママが持ってるこのタコちゃんめっちゃかわいいの。これ家に持ってるんですけど、うっきーさー、かわいい。大阪で買ったよ。もうかんない。何買った。すごいなんか大きいの持ってるけど。すごいね。ジージすごいの買って。かわいいよ。かわいいね。ジージ爆買い。ジージ爆買いしてた。ということで、ママだけではなくまさかのジージまでも爆買いをしていたこのハサミ陶器祭り、とっても楽しかったです。まだまだ旅は続きますので、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。ツビンガー宮殿だそうです。そうじゃ、これもどこって思いますよね。まさか佐賀にこんなのがあるなんて。トルちゃん。